はい、皆さんこんにちは。鈴木義和です。それでは今日は第3章ですね、セラミックスの化学結合ということでやっていきましょう。はい、第2章ではさまざまな元素がセラミックスに用いられること、また化合物の形成されやすさは元素の最外殻電子で、電子の配置でかなりの部分が説明できることを見てきました。セラミックス材料での主要な化学結合はイオン結合、アイオニックボンドおよび共有結合、コバレントボンドであると。で、また導電性を持つセラミックス、特に繊維金属元素を含む場合は金属結合、メタリックボンドが関与する場合もあります。本章ではセラミックス材料を学ぶ上で必要な化学結合について学んでいきましょう。はい、 3.1 ですね。イオン結合。イオン結合は電気的に中性な原子が電子を失うあるいは受け取ることで陽イオンあるいは陰イオンとなり、それらの間に空論力、空論フォースが働くことで生じる結合であると。で、空論力は中心力の一つであり、陽イオンと陰イオンの間の距離と電荷の大きさが結合の強さを決めます。共有結合とは異なり、結合に方向性はありません。例えば岩塩構造を持つNaCl や MgO における結合の強さは Na プラスイオンと Cl マイナスイオン間、あるいは Mg2 プラスイオンと O2 マイナスイオンの間の空論力に支配されます。1価イオン同士で構成される NaCl に比べて2価イオン同士で構成される MgO はより強いイオン結合を持っています。両者の融点を比べると NaCl が801度であるのに対してMgO が2830度と非常に高くなっていることからも、 MgO により強いイオン結合が存在することがうかがえます。単原子イオンおよび対称性の高い多原子イオンの形状は合体球リジットスフェアで近似することができ、大きな陰イオンの格子の隙間に小さな陽イオン、が入ると考えることができます。で、ここで中心となるイオンあるいは原子に配位しているイオン、あるいは原子の数を配位数、コーディネーションナンバーと呼びます。イオン結合では、陰イオン同士の反発ができるだけ小さくなるように、すなわち中心の陽イオンから見た周囲の陰イオンの対称性が高くなるように、陰イオンが配位するため、3範囲では正三角形、4範囲では正四面体、6範囲では正八面体、8範囲では正6面体が、アンテナ構造を取るようになります。で、これはこの図で、まあ、見てみると分かりやすいんですけども、イオン半径の比の理論値というのがあって、まあそれ以下の場合とか、まあその、以上の場合とか、あって、この辺が式位値ですよね。で、その式位値で、3範囲になるか4範囲になるか6範囲になるか8範囲になるかっていうのが決まってきます。各配位状態で実際に取り得るイオン半径の比は、その理論値通りの値、あるいは理論値より多少大きな値となります。陽イオンを必ず陰イオンに接触する一方で、陰イオン同士は互いに接触していても、理論値の状態であっても、互いに離れていても良いと、理論値より大きい状態ですね。で、表 3.1 に示した配位状態以外に、固体結晶中では、2範囲直線形、4範囲平面正方形、6範囲三角柱、7範囲5方両錐など、あとまあ9範囲などを取ることがあります。で、ここで例題ですけど、これよく出ますんで、これやってみましょう。3範囲および8範囲の場合の陽イオンと陰イオンの半径比の理論値を求めよう。ただし、各イオンは合体球として扱えるものとし、隣接する陰イオン同士および、陰イオン同士および陰イオンと陽イオンは互いに接触しているものとすると。で、これは図で書いたら分かるってやつですね。左のように作図します。8範囲では、面対角線上の陰イオンの中心間距離が、2倍のルート2R になりますと。これですね。で、対対角線上の陰イオンの中心間距離が、2倍のルート 3R になりますよということを、まあ、表 3.1 を眺めながら確かめてみましょう。
で、シャノンの有効用半径というのが次出てきます。3.2 ですね。前項では固体中のイオン結合についてイオン半径比と配位数の関係を見てきました。実際のイオン結合性の固体化合物を対象に構造解析を行うことで、結晶中で原子イオンが占める位置や原子間イオン間距離を求めることが可能となります。種子の化合物を比較して、できるだけ矛盾がないようにイオン半径、アイオニックラディウスを経験的に決定することが試みられており、近年では信頼性の高いシャノンの有効イオン半径、エフェクティブイオニックラディウス、が広く使われるようになっています。この有効イオン半径では、表 3.2 に示すように、各配位状態に対応したイオン半径が決定されています。全体的に6配位についての値が多いが、軽元素では3配位や4配位が、重元素では8配位を取るものも多いと。で、この有効イオン半径の表を眺めていると、いくつかの点に気づきます。ちょっと先表を見てみますかね。こんな感じの表ですね。この辺、軽元素で、3配、4配、6配とかですけど、重くなっていくと、まあ、6配から8配とかっていうのが出てきますというようなやつですね。同一元素の陽イオンでは、イオンの価数が大きくなると、イオン半径が小さくなります。で、これは、電子がより強く原子核に引き寄せられているからというふうに説明することができます。同周期、同価数、同配位数の陽イオンを比較すると、原子番号が大きいほどイオン半径が小さくなる傾向があります。で、あと、ランタノイド収縮、第2章で説明しましたが、アクチノイド収縮については、イオンについても観察されます。同配位数でのイオン半径は、ランタンやったら3プラスの方が、セリウムの3プラスより大きくて、プラセオジムの3プラスよりも大きくて、ネオジムの3プラスよりも大きいと。で、リチウム以外の一価のアルカリ金属イオンは、比較的イオン半径が大きい。結合距離が長くなると、結合が弱くなるので、アルカリ金属イオンを含む固体の融点は比較的低くなります。で、クロム、マンガン、鉄、コバルト、ニッケルといった繊維金属元素では、高スピン状態、ハイスピンステートと低スピン状態、ロースピンステートがあり、同配位数では高スピンの方がイオン半径は大きくなります。で、このような知見はセラミックス材料を設計する上で、非常に重要な指針となります。次、3.3 ですね。共有結合。共有結合は、複数の原子が価電子を出し合い、互いに共有することで作られる結合です。オクテット則、オクテットルールを満たす、すなわち、最外殻電子、アウターモーストエレクトロンが、8個である貴ガス、ヘリウムの場合2個と同じ電子配置をできるだけ取るように各原子が電子を共有します。というのが共有結合の基本的な考え方です。共有結合を持つ物質として高校科学の範囲では分子が主に取り上げられていましたが、非分子性の固体材料、結晶とかガラスとか、詳しくは4章と19章に出てきますが、にも共有結合を存在しており、セラミックス材料の性質を左右する重要な化学結合となっています。共有結合はイオン結合とは異なり、結合に方向性があることが特徴です。特定の方向にのみ強い結合が形成されることから、合体球の重点で考えることが可能なイオン結合に比べて、原子の重点は素になりやすいと。で、このため、共有結合性の固体材料は、高強度な割には軽量であるというような傾向があります。共有結合は表 2.1 の周期表において非金属元素に分類されている元素間で形成されやすい傾向がありますが、金属元素と非金属元素の間、例えば Al2O3 の中のアルミニウムと酸素にも部分的な共有結合、
部分共有結合ですね、パーシャルコバレントボンディングが存在すると考えられています。でこれは科学でよく出てくる SP2 混成軌道ってやつですね。平面三角形のやつで、 SP3 混成軌道っていうのがテトラポッドみたいな、形をした結合ですね。でダイヤモンドとかはこの SP3 混成軌道でできてますし、グラファイトは SP2 混成軌道からできています。例えば炭素の同素体の一つであるダイヤモンドでは、炭素原子が隣接する4個の炭素原子と結合しています。で表 2.2 の周期表にあるように、炭素原子の規定状態グランドステートでの電子配置は S1S2 2S2 2P2 であり、最外殻の 2S2 2P2 の4つの電子が SP3 混成軌道ハイブリッドオービタルというテトラポッド状の軌道、透過なエネルギーを持ち、それぞれ1つずつの電子が入った4つの軌道を形成します。これが3次元的に互いに重なり合うことで、ダイヤモンドのような非常に強固な結晶が生成すると説明することができます。でこういう感じで透過な SP3 の混成軌道が4つできるんです。でこのような混成軌道の考え方は多少古典的ではあるものの、方向性を持つ共有結合の結合様式を端的かつ定性的に示すことができるため、現在でも広く支持されています。図の 3.1 に固体材料中での代表的な混成軌道である SP2 および SP3 混成軌道と、それらを含む物質の例としてグラファイトとダイヤモンドの構造を示す、これですね。純粋な共有結合、すなわち同種の原子間で部分的なイオン結合を含まない共有結合は非極性となり、この時の結合半径を非極性共有結合半径、ノンポーラーコーバレントラディウスと言います。非極性共有結合半径は計算により決定することができ、例えば炭素ではダイヤモンド結晶中の炭素の結合距離を半分にした 0.77 オングストローム、0.077 ナノメートルというふうになります。で次、電気陰性度ですね。こちら大事なところですね。物質中の原子が電子を引きつける傾向を定量的に表したものを電気陰性度、エレクトロネガティビティというふうに言います。電子を強く引きつける傾向がある原子フッ素などを電気的陰性であると言い、電子を失いやすい傾向がある原子アルカリ金属などを電気的陽性であると言います。電気陰性度の差が大きい場合はイオン結合性が大きくなり、逆に非金属元素間で電気陰性度の差が小さい場合には共有結合性が大きくなると言えます。なお金属元素間では結合部分に電子が偏在することなく、自由電子が存在する金属結合が形成されます。でこの電気陰性度の概念は1932年にポーリング、ルイナス・ポーリングにより提唱され、その後マリッケン先生とか、オールレッド先生とロコー先生らによって、定義及び数値の改定が試みられています。で表の 3.3 にポーリングの尺度による、この尺度によるっていうのがポイントなんですけど、ポーリングのオリジナルのやつは、有効数字2桁やったんですね。でもうちょっと詳しくしたやつが後で報告されてますんで、でもまあポーリングのやつをベースにしてますよということが分かるように、ポーリングの尺度によるという言い方をしています。電気陰性度、解 P で、色分けした、周期表を示します。表 2.1 の金属・非金属元素の分類に概ね対応しており、周期表の右上にある元素ほど電気陰性度が大きく、左下にある元素ほど電気陰性度が小さいことが分かります。で加えて水素が一族に分類されながらもアルカリ金属とは異なる性質を示すこと、また、また金が金属の中で特に酸化されにくい金ですね、電子を失いにくいことが見て取れます。でこれが、ポーリングの尺度による電気陰性度で、数値は
オールレッドによる改定値、3桁版ですね。で、今世界的にはこの、3桁のバージョンがよく使われてるんですけど、日本の科学のテキストでは、ポーリングのオリジナルの値を、まあ、使ってる場合っていうのも結構まだ見受けられます。で、ポーリングの尺度による電気陰性度を用いることで、化学結合における部分的なイオン結合性、すなわちイオン性、アイオニックキャラクター、デルタをある程度定量的に見積もることが可能である。で、ポーリングは極性を持つ18種の二原子分子の電気双極子モーメント、エレクトリックダイポールモーメントの実測日値に基づいて、イオン性を0から1の範囲で決定し、これを電気陰性度の差、χx-χb ですね、に対してプロットすることで、次のような近似式を得ています。で、この式は、手計算では解けないんですけども、まあ、電卓使うと、解けますんで、まあ、よく使われます。イオン性デルタは 1- エクスポーネンシャルの括弧があって、マイナス4分の1の χa-χb を2乗したものというのがイオン性の定義になっています。で、この式 3.1 では、例えば電気陰性度の差、χa-χb が 0.8 であればデルタは 0.15 となります。イオン性が 15% であると近似的に求めることができます。で、式 3.1 は指数関数項を含むことから、別の形の近似式も提案されています。まあ、限られた場合しかね、成立しないんですけどね、手計算でできるようにということで。で、ハネー・スミスの近似式というのがありまして、この場合だとイオン性はデルタイコール 0.16 χa-χb たす 0.035 の χa-χb の2乗というものです。で、この式を用いた場合でも、χa-χb の絶対値が 0.8 であれば、デルタは 0.15 と計算され、両者おおむね一致していると言えます。で、よくアメリカとかの、テストの問題とかで、この式を使ってイオン結合性を出せっていうのが出てくるんですけど、まあ、解ける問題しか出さないっていう感じですね。本来的には、電卓使ってでもいいから、これを計算した方がいいというふうに思います。で、例題 3.2、表 3.3 に記載されている、ポーリングの尺度による電気陰性度の値を用いて、HF 分子中の HF 結合のイオン性を求めよう。ただし、計算には、ハネイ&スミスの近似式を用いるものとする。これ、例えばテストの時とかにエクスポーネンシャルで出しちゃうと、手ではできないですよね。ということで、簡易式でやってみましょうって感じで。で、これを入れると、約 0.4 ということになりまして、40% イオン性がありますよということになります。で、もともとイオン性は二原子分子を対象とした概念だったが、固体材料にも拡張されています。例えば、石英 SiO2 中の SiO 結合は、電気陰性度の差が 1.54 であることから、式 3.1 を用いて、イオン性が 44.7 である、%であるといった具合です。現在では固体中の電子密度分布を X 線解説法などで実測することで結合に関するより詳細な情報を得られるようになっていますが、電気陰性度の概念は現在でも十分実用的であると言ってよいでしょう。で、例題3ですね。二原子分子だけではなく固体結晶中の化学結合のイオン性も電気陰性度を用いて半定量的に算出できるものと仮定すると。この時、NaCl 及び MgO 中の NaCl 間及び MgO 間の結合のイオン性を有効数字2桁で求めよう。ただし、電気陰性度には表 3.3 に記載されているポーリングの尺度による値を用いることということで、まあ、3桁の電気陰性度ですね、をちゃんと使ってくださいよと。で、ポーリングの式を使ってくださいよと。ということで、NaCl のやつを計算しますと、デルタが 0.71、71%。MgO を計算すると、デルタが 0.8、68、68% ということで、
少し NaCl の方がイオン性が大きいということがよくわかります。はい、3.5 ですね。イオン化エネルギーと電子親和力。規定状態にある有利した気体状の原子から最も弱く結合している電子を無限遠まで引き離すのに必要なエネルギーをイオン化エネルギー、アイオナイゼーションエナジー、I と呼びます。1個目、2個目、3個目の電子を引き離すために必要なエネルギーをそれぞれ第1、第2、第3イオン化エネルギーと呼びます。一般にイオン化エネルギーが小さい原子ほど陽イオンになりやすいと言えます。表 3.4 に各元素の第一イオン化エネルギーを示します。表 3.4、これですね。電気陰性度の項でも示したように、アルカリ金属は電子を失いやすい、I1 が小さいなどの傾向が見て取れます。また、12族元素は隣接する11族元素よりも第1イオン化エネルギーが大きくなる傾向があり、D ブロック元素ではありながらも比較的安定な D10 の電子配置のために電子をやや失いにくくなる、酸化されにくくなることがわかります。これですね、12族と11族を比べると、まあ、12族の方が第一イオン化エネルギーが結構大きくなってますよね。一方、中性の気体状原子が電子1個と結合して1価の陰イオンになる際に放出されるエネルギーを電子親和力、エレクトロンアフィニティというと、で一般に電子親和力が大きい原子ほど陰イオンになりやすくて、表 3.5 に各元素の電子親和力を示す。これですね。これはちょっと桁数が小さかったり、書かれてないところとかあるんですけど、これ測定が若干イオン化エネルギーよりは難しいらしいですね。なお、イオン化エネルギーに比べて高精度の測定が難しいものが多く、特に青色で示した元素、貴ガスなどの一部の、数値は推定値であると。この辺は推定値なんですね。で、この点を承知した上で、表 3.5 を眺めてみると、やはり17族元素、ハロゲン、次いで16元素、カルコゲンの電子親和力が大きいことがよくわかります。この辺大きいですよね。3.4 節で電気陰性度を詳しく取り上げたが、マリケンによる電気陰性度 IM は原子 A の第一イオン化エネルギー、I1A と原子 A の電子親和力 EAA の、平均で定義され、ます。この M はマリケンの M ですね。IM は2分の1の、I1A 足す、E の AA と。例えば CL の場合は1251足す349割る2と。CL 出てきてますよね。これですね、1251。で、349がこれですね。ワルニーが 800kJ/mol となると。また以下の式を用いてポーリング尺度の電気陰性度にほぼ換算できることが知られています。で、この解に、1.97×10⁻³ 倍の、I の 1A 足す E の AA 足す 0.19 と。で、例えば CL の場合は解イコール 1.97×10⁻³ を1251足す349足す 0.19 となって 3.3 となります。ということで、ポーリングの電気陰性度に結構近い値ですね。はい、もう少しです。頑張りましょう。 3.6 光子エネルギー、
絶対零度、0ケルビンの結晶をその構成要素である原子、あるいはイオンや分子に分けてバラバラにするのに必要なエネルギーを光子エネルギー、ラティスエナジー、U と言います。気層でイオン状態である、構成成分1モルからの生成エンタルピー、エンタルピーオブフォーメーション、デルタ H と等しいです。例えば NaCl の場合は以下のようになります。Na プラスのガス状態と Cl マイナスのガス状態から NaCl の固体ができますよと。で、デルタ H は、U になります。で、結晶の、光子エネルギー U を実験的に決定することはできないが、結晶の生成エンタルピーデルタ HF を標準状態での実際の反応から測定することは可能です。で、Na の、これソリッドですね。足す2分の1の、Cl2 のガス状態から NaCl の、固体ができて、これデルタ H がデルタ H のフォーメーション、生成のエンタルピーですね。で、デルタ HF は図 3.2 に示すボルンハーバーサイクル、で決定することが可能です。で、ここで、ヘスの法則より、デルタ HF イコール2分の 1D 足す S 足す IP 足す EA 足す U というような式が出てきます。すなわち、デルタ HF は121足す109足す493.7引く356引く764.4ということで、マイナス 396.7 キロジュールパーモルとなりますと。で、HF の、実測値が、マイナス 410.9 ということになってますので、ボルンハーバーサイクルから求めたデルタ F、HF の計算値は比較的よく一致していることがわかります。この辺ね、高校の科学でもいろいろ出てきたんで、ややこしいですけどね、この図を覚えると、間違いが減ると思います。で、NaCl の、固体がここにあって、で、Na の固体と2分の1の Cl のガスですね。で、これが、NaCl ソリッドの生成エンタルピーになります。で、この状態を、これ Cl2 ですけど、Cl のガスとしてあげると、Cl2 ガスの結合回路エネルギーの2分の1ということで、これ121キロジュールパーモルですよと。で、次に、これソリッド、固体の Na ですけど、Na がガスになるとすると、NaS の消化エンタルピーが、109キロジュールパーモルですよと。で、さらに、これイオン化させるということで、Na プラスのガスと電子が出てきて、Cl の、ガスになりますよというふうに、Na ガスのイオン化エネルギーというのを入れてあげると、これイオン化エネルギー、493.7 ですね。で、次に Cl マイナスのイオンの生成エネルギーというのを見てあげると、Cl ガスの電子親和力、こいつが電子をもらって Cl マイナスになるわけですから、EA 電子親和力はマイナス356キロジュールパーモルということで、やっとここまで来ます。で、これで Na プラスガスと Cl マイナスガスということになって、で、ここの差ですね、NaClS の光子エネルギーがマイナス 764.4 キロジュールパーモルということになります。はい。で、この後、演習問題を作っておきましたので、これぜひ解いてみてください。それでは第3回終わりたいと思います。お疲れ様でした。